はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます、4時半になろうとしていますね。で、今日上海はまだ開いて、あ、もう閉まりましたね、結局。プラス44で閉まったんですか、上海は。香港はまだ開いてまして、マイナス145と、なんかまた戻されてますね。はい、はい。で、ですね、ドルウォンはうにゃうにゃですね、1335、このあたりでうにゃっとし始めましたね。もうすぐ夜の部でございます。さて、まだね、月曜日ですからね、開いたばっかりでございます。ですね、本題はウォンの国、現代車、現代ヒュンデイですね、自動車メーカーでございまして、世界で10に入るんじゃないか、トップ10に入るでしょうね。まあ、要はトヨタの真似っこしてるだけの会社なんですけどね、僕から見ると。まあそれでもね、それでもですね、そこそこですね、言ってます。しかしね、なんて言いますか、その韓国車もですね、いまいちなんと言いますかね、一皮向けませんね。何年前、もう30年ぐらい前に韓国にいた時に、道走ってる車がほとんどね、日本車みたいに見えるんですよ。だから、ほぼ真似っこなんですよね。外見がね。うわぁ、なんか日本車、僕あんまり車詳しくないんですけど、まるで日本車なんですよ。いやー、恥ずかしくもなく、要はそんなことできんなと思って。日本車は日本車で独特でしょ。ヨーロッパ車とかなんか感じが違うでしょ。まあ最近似てるのもありますけどね。で、その日本車を真似っこしてるのが韓国車であって、その代表は現代自動車、ヒュンデイですね。現代車、米国で、ジュネシス9万台リコール、エンジン不具合で火災の恐れという記事でございまして、これ昨日、ちゃう、おととい、17日ですね。土曜日に出た記事でちょっと読みましょう。現代自動車がジュネシスの一部の車種にエンジン不具合による火災が発生する恐れがあるとして、米国で約9万台をリコールする。まあね、自動車メーカーにとってリコールってそんな珍しくないことであって、よくあれですね、日本製の自動車もやってますよね。僕もホンダ乗ってる時にですね、2回か3回リコールのハガキが来て、あーっていきました。別に走るにですね、不都合は何もなかったですけどね、なんですかって言ったら、こうノッキングをしますとか。もう一つはですね、あれですね、あれ、なんか10年ぐらい前にやったでしょ、助手席のあれ、膨らむやつ。あれがですね、こう、ちょっと異常がある。高田とかいうメーカーがですね、潰れましたけどね、結局。で、2回ぐらい呼ばれてた気がしますね。はーいって言ってきましたけど。16日の米国運輸省道路交通安全局によると、現代車米国法人は、2010から16年式ジェネシス、古いなぁ。17から19年式ジェネシス、G80、G90、2019年式ジェネシス、G70 の一部など、9万907台をリコールしていると。当局はスターターソレイドに水が入って漏電し、これがエンジンルームで火災を起こす恐れがあると説明した。またリコールが完了するまで室外や構造物から離れたところに駐車するよう勧告した。現代車は今回のリコール対象部品に関連し、2017年9月から23年7月まで米国で12件の熱発生問題を確認したが、これによる衝突事故や負傷、人命被害はなかったと当局に報告した。車両販売者ディーラー店ではこの問題を解決した部品キットを無償で装着していると。もうちょっと行きましょうか。あと3行で終わりますんで。これに先立ち、現代車とキアはブレーキ液の漏出で、漏出でエンジン火災の恐れがあるとして、2016年から計16回にわたり640万台をリコールしている。そんなことあったん？640万台このなんたら局ですね、アメリカの役所は昨年11月、両社のリコール適正性に関する調査に着手したと明らかにしたと。これで終わってます。はい。
まあね、ちょっとしたね、不具合が発生する可能性があるってのは分かりますけど、エンジンルーム燃え出すんかよ、お前みたいな。そんな怖い車乗れへんわ、ほんまに、と思いますけどね。まあでも発火したことないわけな、発火してですね、こう人命被害にあったりですね、事故になっていないと、まあ、あのメーカーが説明してるんですけど、しかしちょっと怖いですね。ですね、日本でね、現代自動車ヒュンデはですね、何回かトライしてるんですよ。実は日本でマーケットを開拓しようとして3回ぐらいしてるんじゃないですか。3回目をなんか去年か一昨年にもう3回目のチャレンジとかって言って、来てたような気するんですよ。でも結局売れませんでしたね。まあ少しは売れたんですけど、要は定着するには至らなかったということですね。日本にはですね、まあ帰化した人も含めてですね、在日と在日にルーツを持つ人たちがですね、おそらく70万から80万人ぐらいいらっしゃるわけですよ。なんでしかもですね、その在日ではなく日本に定住した方もいらっしゃってですね、でそういう人たちを母数にすればですね、なんて言いますか、ある程度は売れるはずでしょう。でも売れないんです。なぜかというと、日本においてはまるっきり日本車と競合するわけなんですよ。でヨーロッパ車のようにですね、個性がないんですよね。ヒュンデの自動車って、何これ、トヨタのなんとかとよう似てるやんみたいな、これ日産のなんとかとよう似てるやん、そればっかりなんですよ、私から見てるとね。そりゃ買いませんよね。でこう安いっちゃがって2割も安くないんですよね。まあ1割安いかなという程度なわけです。多分製造コスト変わらないんですよ。だってヒュンデのね、社員の平均給与とトヨタの給与を比べたらヒュンデの方が高いんですよ。トヨタより安く車が作れるはずないやんと僕は思いますけどね。で、いわゆるモンキーモデルという言い方をするんですけど、まあ、サルマネと思えばいいわけですね。本来のトヨタの例えばレクサスのモンキーモデルがですね、現代のですね、ジュネシスであったりとか、そういう感じになってるんでしょう、きっと。今のは今デタラメですよ、言うたんは。でなっててですね、それでね、2割安ければまあ買うかと、レクサスがですね800万でですね、モンキーモデルのジェネシスが650万であれば、買おうかなっていう気になるかも分かりませんけど、そんなに1割も違わなければ買わへんやそんな。そうでしょ。俺時々こうやって火吹いたりすんねんもん、嫌やんそんな。そうでしょ。だからちょっとやっぱしヒュンデにとって日本マーケットっていうのは怪しいですね。でヨーロッパにも行ってるんですけど、やっぱりね、このなんて言いますか、個性がいまいちですね、際立っていないわけでして、そこがですね弱みでしょうね。でまあ時々こうやってですね640万台もですねリコールするとかやったら嫌やんそんな。しかもそのリコールの理由は被覆とかって嫌やんそんな。で聞くところによるとですね、サービス網もですね、それほど日本車のディーラーほど精度が高くないそうですね。クレーム対応とかね、アメリカでですね、日本車を売ってるディーラーはですね、一応日本の本社からですね、市場に行くわけでしょ、サービスはこうしろああしろって言って。でそういうやり方がやっぱりちょっとと日本車に比べて荒いようでございます。なんでやっぱしですね、まあ、それなりのシェアは取ってきたんですけどですね、まあまあいまいちトヨタを抜くところまでは行っていないんちゃうかなという気がしますね。まあそれでもですね、致命的なリコールではないんでね、会社が潰れるなんてことはないと思いますけども、今何やっぱしですね、小判ザメというかモンキーモデルビジネスから出し切れていないという、まあ多分ずっとこれでいくんちゃいますが、もう何十年もこれできてるんですよ。お前ら脱皮せよと思うんですけど、昔日本車がですね、アメ車やヨーロッパ車のモンキーモデルですよね、もう50年も前、50年も60年も前はですね、モンキーモデルだったわけですけど、もう韓国はいつまでたってもモンキーモデルですね。
はい、ということでございまして、この中央日報ですね、現代車米国でジュネシス9万台リコールというアドレス、記事のアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。